は逃げるわけにはいかない。絶対に逃げない。みんな、この僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。俺はこの世界で生きていく。エヴァ、お前と一緒にな。こらー！なんだ！何してんの！爪楊枝から飛行船までエンジニアとして思う存分腕を振るわせてもらうから。このセシリウスを御することができるのは女王陛下ただ一人。空賊384、俺たちの命お前にまとめて預けるぜ。全て読めたよ、この国の状況が。なかなか決まってるじゃん。エヴァ、どこまでも付き合ってやるぜ。あなたが私にくれた勇気だから私はここまで来られたの。女王陛下は返してもらう。セシリウス、好きにはさせませんよ。エヴァ、みんな大丈夫？ここにいるみんなが一つになって作るんだ。そんな素晴らしい国もみんなで勝ち取ろう。世界に平和をもたらすための勝利を。みんな、この僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。どんどん話が進むにつれ仲間もできて、自分が王国を作り上げるっていう意志も芽生えてきて、もともとはすごく芯の強い男の子なんだろうなっていうふうに思いました。俺はこの世界で生きていく。エヴァ、お前と一緒にな。演出もすごく丁寧に細かくこう、いやここはもうちょっとこういうニュアンスでってやっていただいたんで、それが楽しくて、とにかくなんか収録は楽しくてしょうがないっていう感じでしたね。領空侵犯をするノラの連中には空挺団の賞金がかかっている。それ目当てで勝手に殺したってことになるよね。ちょっと男勝りな年上の男の人たちもちょっと黙らせちゃうみたいな、なんかで天真爛漫で元気があってっていう、そこも非常に難しくて。そのためなら一緒に頑張ってきた仲間はどうなってもいいの？昔のあなたは誰よりも思いやりのあるリーダーだった。なんかそんなすぐで熱くていい人だなっていう、あとなんだろう、どっかでちゃんと人を信じ続けられる人でもあるんだなっていうふうに思ったり。この王国の繁栄は女王陛下のお力によるもの。それはこのセシリウス誰よりも分かっております。セシリウスはすごく品があるというか、立ち振る舞いだったりすごく素敵なので、その品格みたいなものも自分の声のニュアンスとか色で見せられたらなっていうのを意識しました。ええ、エヴァン様もご無事で何よりです。兵士が噂をしていたのでもう捕まってしまったのかと。ラティエっていう子自体がすごい強い女の子なので、やりがいはかなりありましたね。空賊384、俺たちの命お前にまとめて預けるぜ。本当に男気にあふれ優しくて強くて優しい親父だと思うので、僕は非常に好感を持ちましたし、これならぜひやらせてもらいたいなって思いました。はい、豪華なキャスティング、これも本当に見どころだと思います。楽しく演じさせていただくことができました。ぜひこのゲームの世界をエンジョイしてください。愛のある作品になっていると思います。壮大な物語になっていると思います。ストーリーもそれキャラクターも、そうですね、もう全てが本当に面白い作品になっているなと感じています。皆様の手でエヴァンと一緒に素敵な王国を作り上げてください。